発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日は発達障害持っているならブラック企業はすぐにやめろということについてお話しいたします。 ASD、アスペルガーや ADHD なんかを持っていますと、とにかく仕事で困ること多いですよね。なおかつ人間関係もうまくいかないし、怒られてばっか肩身が狭くて仕事が辛いよって悩んでる方も多いと思います。そしてただでさえ僕らというのは生きにくいのですが、たまたま勤めたところというのがブラック企業だったらもう地獄、人生というのがもうどん底になってしまいます。だからこそ、発達障害を持った人というのはブラック企業も一刻も早く辞めるべきなんですが、なかなか辞められない、生活できなくなっちゃったらどうしようって思われる方もいらっしゃると思いますので、なぜ発達障害を持っている方はブラック企業を辞めるべきなのか、そしてじゃあどうやったら実際に辞めることができるのと、言うは簡単だけどさって自分も生活あるんだよって方もいらっしゃると思いますので、あなたがより人生が良くなるような選択肢というのを提供させていただきます。今日の動画見ていただきましたら人生ほんとちょっとずつ変わっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、発達障害を持っている方がブラック企業を辞めるべき理由、まず一つ目が体を壊すということです。つまりブラック企業って長時間労働で週1休みあるかないかみたいなシフトですから、もう体持たないんですよ。低気圧、つまり発達障害を持っていない方でもかなりしんどい労働条件なのにもかかわらず、発達障害を持っている方というのはより体が弱く疲れが取れにくいので、ほんとね、生き地獄なんですよね。なおかつ怒られ続けて詰められてメンタルやられるじゃないですか。そうするとメンタルが体に直結するんですよね。そしてそれを引きずりやすい僕ら発達障害人、もう何のために生きてるのか分からなくなります。てか考えてみてくださいよ、6日仕事して1日休み、仕事の疲れ1日で取れるわけないじゃんって話ですよね。だって 6-1 は5だよ、マイナス5だよ。つまり頭のいい大人が考えてさ、マイナス5計算できないって話なわけじゃないですか。でこのマイナス5の状態で翌週も頑張るから、翌週もマイナス5って言ってどんどん溜まってるわけですよね。ブラック企業だったら 2,3 ヶ月で辞めてしまう人というのも多いんですが、 ASD アスペルガーの方なんかは特に生真面目な方が多く、忍耐力があるのでずっと続けちゃったりとかすることが結構あります。実際僕なんかも飲食店で勤めていたことがありまして、もうほんとしょうもないクズみたいな店長が直属の上司だったんですが、1日12時間以上働いて週1休みなおかつ詰められるって生きてる心地しないですよね。せっかくの週1の休みも気力が湧かず、結局は寝て過ごすなんてことになりますから、まさに人生を浪費してしまうだけなんです。正しい知識と行動さえあれば、あなたはお金をこれからいくらでも稼ぐことはできるんですが、そういうところで無駄にした時間というのは一生戻ってきませんので、一刻も早くブラック企業というのをやめてください。そして発達障害を持っている人がブラック企業を辞めるべき理由2つ目が社会復帰できなくなるということですね。比較するものではないですが、低型発達の方はまだメンタル強い方多いです。我慢できる方多いです。ただほんとさ、やっぱ ASD アスペルガー ADHD 持ってると繊細なんですよ。心がさ弱いじゃないですか、豆腐メンタルじゃないですか。だから詰められたりとか辛い状況に追い込まれてしまうと心ポッキリ折れてしまいます。で折れて治るんだったらいいんだけど、なかなか治らずに、もう社会怖いと、自分は仕事向いてないなって引きこもってしまう人かなり多いです。そうなったら最後、あなたの才能とか能力ってのを活かせずに一生家で過ごすことになってしまうんですね。なんたる損失ですか、もったいないですよね。実際僕のカウンセリングに来られる方なんかでも、イラストレーターになりたくてそういった会社に勤めたのはいいけれども、ものすごいブラック、業界の風習的に基本アニメーターとかね、イラストレーターってブラックなんで仕方ないっちゃ仕方ないんですが、それにやられてしまってもう二度と働けなくなってしまってるなんて方いらっしゃるんですよ。発達障害というのはそもそもですね、素晴らしい才能があるということなんですね、本来は。でもその素晴らしい才能があるゆえに副作用、苦手なことっていうのもあって、その苦手なことっていうのがどうしても会社勤めでは目立ってしまいます。そしてそれをブラック企業で詰められたりとか怒られ続けて、もう仕事向いてないんだ、自分はポンコツなんだってなったら、あなたの本来持っている素晴らしい才能っていうのが潰れてしまいますので、人生をより豊かにするために
ブラック企業とは一刻も早く辞めるべきなんですね。とはいえですね、そんな簡単に言うけどさ、じゃああんたは俺の生活費出してくれるのかっていう話ですよね。そう、やっぱり僕らって明日のご飯どうしようとかって不安が大きいじゃないですか。ということで後半では実際に辞める方法をというのをお話しします。これまず一つ目が選択肢を知るということです。例えば今の会社辞めたら生活できないとか、この会社で通用しなかったら他で通用しないと、業界で生き残っていけないよなんてことはないんだってことを知ってください。安月給のよくわかんねえブラック企業に勤めるぐらいだったら、他の優しいおじさんがいるところのアルバイトとかで働いた方が給料もいいし、心に余裕ができて自分のやりたいこととかどんどんできますよ。先日フリーターはやばいなんてお話ししましたが、その前提としてブラック企業の方が100万倍やばいです。そしてあなたはいろんな自分の今後の人生の選択肢というのを知ることによって、自分はご飯食べていけなくなるんだっていう不安というのはなくなっていきます。例えば転職のサイトに応募してみて、というエージェントさんと相談してみるであるとか、副業でもいいから自分のやりやすいこととかできることっていうのを伸ばしていって数万円でも稼いでみるというのもいいですし、能力を持ったカウンセラーさんと相談して自分の才能って何ですかと、どうしたら自営業でもご飯食べていけますかというのを教えてもらうなんてのもありです。別に今の会社にしがみつかなくたっていくらでも就職口あります。コロナでもあります。そしてそれをあなたは知らないだけです。コロナだから転職しない方がいいよなって思ってるだけです。ぜひとも自分の無知を利用され搾取されないようにしてください。調べれば情報いくらでも出てきます。本当に最悪無職になって何もお金なくなりましたとなっても、あなたを助けてくれる制度、あなたを助けてくれる人というのが必ずいますので、知識は武器です。いろいろ調べていってください。今この動画を見ているスマートフォン、パソコンでできますよね。そして辞める方法2つ目が労基に相談です。つまりこれは叱るところに相談すればあなたはいくらでも助けてくれるということですね。まあ先ほど言ってることは同じです。そしてその場所っていうのは具体的に労基ってことです。例えば残業代なんかが出ないのであれば、ちゃんと出勤していることというのを記録していただいて報告すれば残業代っていうのがもらえる可能性ありますし、パワハラの様子とかも録音してもらえれば場合によってはお小遣いもらうことができます。クリニックに行ってうつの診断書とかもらったのであれば、休業手当とか、場合によってはね、損害賠償慰謝料みたいなのね、踏んだくれる可能性があるわけです。で、これって結局知ってるかどうかとか、自分の今後の人生を考えて行動を起こすかどうかじゃないですか。もし今苦しんでいて、ちょっとでも変わりたいと思うのであれば、ぜひとも選択肢を増やすということをやっていってください。知らないがゆえに損することって人生たくさんあります。もちろん全てを知り切ることはできないですが、自分の身というのはあくまで自分で守んなければいけませんから、まずはやれることをやっていてください。そうすれば本当に自分の人生というのはいくらでも自分で変えることができます。そのままブラック企業に勤めていても、あなたの才能とか可能性というのは潰されてしまいます。そして発達障害というのを持っていますと、特に繊細だったりとか体が弱かったりしますから、二度と社会復帰できないって危険をはらんでいるんです。僕はあなたに幸せになってほしいですから、ぜひとも自分の選択肢というのを増やしたり、しかるべきところに相談をしてアクションっていうのを起こしていてください。やられたらやり返してやってください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなる動画を毎日投稿しています。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今は本当に辛い時期かもしれませんが、環境が変わるだけであなたの才能というのは一気に花開きますので、あなたが幸せになれる場所というのを探していてください。あなたの幸せや成功をこれより応援しております。以上、和樹でした。